天皇皇后両陛下の長女愛子さまが大学を卒業後、日赤日本赤十字社に就職されることが明らかになりました。愛子さまは現在学習院大学の4年生で3月に卒業予定です。宮内庁によりますと、日赤で非常勤の嘱託職員として働く予定で、具体的な仕事の内容は入社されてから決まります。 愛子さまは福祉活動に興味があり、日赤が名誉総裁の皇后様に業務説明をする際にも立ち会われたことがあります。非常勤であることから、卒業後は皇室活動を本格化させることになります。